濡れてもか。まあいいか。濡れちゃった。どこどこどこ、え、ほんまや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 、触れるんじゃん、やだカニ、結論から言うと、今今日行ってきた病院
悩んでたけど、まあその何決めてきました。決めてきたよね。決めてきたっていうか、そういう流れになったって感じ、うん、けどまあ、こっちの方がいいかなとも思えたっていうのはあるかな、うん、そうだね、うん、その紹介状も書いてもらっていたし、自分たちで持ってた
工夫で、うん、いい卵を取れるような、うんいい卵を取れるようにそこから始めてみましょう。うん、そうそうそう。あの、そう着床するような卵で流産しないような卵をが取れるように排卵の準備をしていきましょうっていうことを言ってもらえたので、それがなんか違うかったとこかなって感じだった。その前のところは卵をいい卵を育てましょうっていうところはなかったよね。うん、そう。いい卵を育てるためにこうしていきましょう、ああしていきましょうはなかったよね。まあ思ってたのかもしれないけど、うん、我々にはそういったことはなかった、ね。そういう治療はなかったよ。だって、うん、感じだったので、まあで、その保険がね残り3回っていうのと、でやっぱり1回着床してるっていうのは大きいんだよっていうお話はしてもらって、だからそのあとはほんまに卵やと思うから、着床しやすい卵で流産しない卵を頑張って準備していきましょうっていう、採卵の準備っていうところが大事なんだよっていうことを言ってもらったので、その前の病院やったら多分次の周期ですぐに採卵っていうのはできてたと思うんですけど、今回はちょっと準備するために準備前にいろいろ検査をして、でそこを改善してから採卵していきましょうっていうお話をしてもらって、で保険あと3回しか残ってないんですって言ったら、その保険の中でねできるように頑張っていきましょうっていうお話をしてもらったので、なんかできるよみたいな感じだったよね。うん、そうだ、うん、なんで、まあ、ちょっとその検査でね項目いろいろ見てもらって、でその薬で治せるところは治していこうかなっていう感じです。はい、そこがだから違うところなのかな、前のところと。からもらったものがあって、それが DHEAH っていうサプリをもらったので、出してもらったので、もうそれを私は1日3回朝昼晩1錠ずつ飲んでいきましょうっていうことを言われたので、それが何やったかな、卵をいっぱい育てるようにするって感じかな、うん、そうそうそう、卵をいっぱい取れるように卵を多い数を増やせるようなサプリらしいので、それを飲んで頑張っていきたいなって思います。そんな感じで今日は新しい転院先が決まって、新しい病院でまずは卵を育てるところから、いい卵が育てれるようにまずは体の検査をして、でもしそこをダメなところが見つかったらそこを直すようにしてから準備していきましょうっていうお話をしてもらったので、転院先が決まりましたということのご報告でございます。いい？なんか忘れてる？まあでもほら別にな、今まで通ってたところが別に悪いとかではなくてな、うん、あそこもみんな良くしてくれたしな、うん、取ろうかなとも思ってたけどな、うん、そうそう、うん、右の欄干も取るみたいな話にならんかったけどな、もしかしたらなる可能性もあるよね。右の方ももしお水がすごい溜まってて着床
するんやったら、もしかしたら何かしらのあれをしなあかんようにはなるかもしれない、うん、けどその話は前の病院ではもう一切出てなかったから、まあでも病院によってやっぱ違うんやなっていうのは違う病院に行ってみて思いました。うん、で、あと、あ、そうそう、方法、裁断の方法はアンタゴニストになりそうな感じやな。アンタゴニストがいいんじゃないかなっていうお話をされたので、そうなりそうかなっていう感じです。